セカンドです。すげえパワパしてんな。え、急に君がなんか撮りたいって。そう、今日はちょっとねびっくりさせてやろうと思って。いや、え、本当にそれ。でも俺それ本当だった場合ちょっともう怖いんだよ。コーヒー置かなきゃいけなくなるから。それはまたじゃあ後日にしよう。びっくり、一日中びっくりさせてみた動画撮ろう。うわー、もうだからってかそれも撮ろう撮ろう言ってもう1ヶ月ぐらい経ってるね君。もうだ俺ムズムズすんだって。撮るなら撮るよ。仲間を見つけたしね俺は。新しい。いや新しい、ずっといるよ。ずっとあいつは仲間だよ。新しい仲間を見つけたんで、ずっと仲間なんだよ。そう、びっくり同盟っていうのを組んだんで。いずれそれを仕掛けたいなと。なんでびっくり同盟びっくりさせてみたっていう動画ね。多分結構面白いと思うんだよね。まあ、それはまあそれはいいとして。怖いな今日はさ、うん、結構前から、うん、前にさなんか10回クイズみたいなのやったじゃん。超前じゃない。だいぶ前だけど。前の家だよね。そう、前の、うん、やった覚えある。やった覚えある。まあ今日はもう、まあ、最近はもうちょっとセカンドでいいかなと思ったんで、うん、ちょっと今日ね今セカンドにあげてんだけど、うん、新しい10回クイズをまたあんの。ちょっとねリクエストをもらったんですよ。へえー、ありがとう。これはちょっと面白いと思いますっつって、はい、僕の公式の LINE にね、はいはい、いただきまして、はいはい、これやってくださいって思ったら、ね、面白そうと思ってね。いいよ。ね、一応タイトル、引っ掛け10回クイズっていう、うん、まあやつが、そのこの方の学校で流行ってんだって。あ、流行ってんだ。そう、それ俺って流行らせたろうと思って。人のじゃねえかよ。人の流行ってたのなんで俺らが我が物で流行らそうとするの。実は違うんです、僕が今考えました。いやいや、もう遅いよ。いやいや、もう遅いよ。僕がこの新しいゲームがあるんだよ。すごい考えてさ、完全に今もうだとしたら下手くそすぎるだろ。言っちゃってた思いっきり。はい、リクエストいただいたんで、はい、ありがとうございます。今日はそれはね試したいなと思います。大丈夫っていうか俺さ、うん、なんならさっきちょっとパソコンのこうやりながらこう無駄だりしてたから、うん、ちょっと寝起きなんですよ僕。まあ、逆にそれがいいんじゃないですか、余計に引っ張ってくれて。はい、はい、まあ、え、もうガチでやっていい。もう引っかかんないで。いいよ。その学校で流行ってるわ何だろうが、もう本気の、いいよ、本気の大人見せつけていいじゃん。本気見せていいよ。いくよ。はい、1問目でで、桃太郎って10回言って。桃太郎、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 桃太郎。亀をいじめたのは桃太郎。ダメだ、俺素直すぎるわ。素直すぎる。いやいやいや、違うよお前。それじゃあちょっと俺の言うたら理想の、この方の理想のあれを出したいのに、そこでまた普通に桃太郎ってやったらさ、進まねえから。何言ってんだよ。引っ掛けでも何でもない。何でもない。ただのアホ。ただのアホ。もう一回いくよ。はい。やり直しね。はい。同じもう一回やるの。もう一回やるよ。もうしょうがないよ。問題そんなにたくさんもらってないからさ。はいはい。実際3問ぐらいしかもらってない。あ、そうなの。ちゃんとこなさないと。オッケーオッケー。ちょ、見せれないじゃん。はい。いくよ。もう大丈夫。もう大丈夫ね。うん。桃太郎って10回言って。桃太郎、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 桃太郎。亀をいじめたのは浦島太郎。浜根漁師の子供たちでしたー。浜辺漁師の子供たち。浜の漁師の子供たちでした。浜の漁師の、そんな奴らいる？あ、そうだよ。浦島太郎いじめてないじゃん。浦島太郎いじめてたらもう、のっけから主人公はヒールじゃん。あの物語。のっけから悪役、のっけから悪役背負っちゃうな。っていうね。これが引っ掛け10回食う。あ、オッケーいいよ。こういうゲームです。いいよ、はい。で、ちょっと腹立つでしょ？こういうゲームです、うん、俺はなんかわかんない、もう最初に桃太郎って言っちゃってる自分に腹が立ってるから。ほんとだよ、何そっち言うんだよ。ちょっと素直なんですいくよ。はい、2番目。はい、やでん。ワンピースって言って。ワンピース、ワンピース。いや、ちょっと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 、そうきたか。いや、そうきたか。え、そうきたか。どういうこと。そうきたか。ワンピースって言ったよ。いや、ほんとは、うん、ワンピースって言って、今の流れだとね、うん、ワンピースって言って、ワンピース、ワンピース、ワンピースって言ってほしかった。超素直じゃん、俺。そうすると、いや、10回言ってたら言ってないですっていうので、やりたかったのに。引っかかんねえの。お前、いや、それは、3回目とかにあるんだよ、もう。4回目とかもう10回やってからのだよ。いやいやいや。2回目じゃ引っかかんないよ。いや、でも、そっか、書いてあるんだもんって。うん。2回目で。2回目引っかかんない。今のは、言ってほしかったよね。うん、じゃあもう一回取り直そう。いやいやいや、ちょっと、いや、セカンドカットしないんでしょ。いやいや、無理だろう、もう。一応、無理。一応その絵も見せとかやっぱ。いや、その絵も見せ。せっかくリクエストくれたんだから。いや、それは嬉しいけど。やっぱりね、引っかかってしまう。それは嬉しいけど、俺だって俺本気でやってるから。本気でやろ。こっちはもう、じゃあ今からは本気じゃないです。よし、いくよ。いくよ。そんなの初めて聞いたよ、俺。いくよ。ワンピースって言って。ワンピース、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 ワンピース。10回言ってたら言ってません。知っとるわ。知っとるわ。
だから俺一回言ったんだよさっき。なんだこのこのくだりなんだ。え、なんで俺わざわざ騙されに行かなきゃいけないの。ああ、こういうことですね。今のは多分4つ目とかに言っとくよね。そうかな。今のはもう何回かやった後にそれ言うんだよ。なるほど。2回目じゃだって騙されないよ。そうですよ、リクエストだから、うん、ありがとう。で向上させて、そうやって、そうやって、あの人はどんどん向上していくから。偉そうだね。そうやって学んで成長していくんですよ、人っていうのは。いくよ。はい。じゃあもうこれ次最後の問題だからね。ラストなのね。そう、3問しかいただいてないからね。はい、いくよ。はい。K さんって10回言って。K さん。ご協力ありがとうございました。タラちゃんのお兄ちゃんは？ご協力ありがとうございました。タラちゃん。カツオ。答えはいません。え？タラちゃんにお兄ちゃんいません。タラちゃんにお姉さん？お兄ちゃんいません。なんで？タラちゃんにお兄さんいないの？いないよ。タラちゃんって誰？え、カツオも？カツオはだってマスオさんの。あ、おじさんか。そうそう。あいつらややこしいんだよ。あんだあの三兄弟やどう見たって。どう見たって三兄弟やあれ。あ、これはいい問題だ。あー、これ引っ掛けクイズだから。ご協力ありがとうございましたが、うん、不意打ちだったわ。これなんか引っ掛けなのかな。なんか一回おなんか崩されたテンポ。その。おってなった。通常のパンチじゃないのをちょっとフェイント入れたんだ。あ、今フックかける。こう来た感じしたもん。これ一番引っかかったんじゃない？引っかかった、引っかかった。あー、以上です。俺、てかそもそも俺ナチュラルに俺、カツオがお兄ちゃんだって感じで覚えちゃってたかもしんない。いいんじゃない？それでいいんじゃないんだから。それで引っかかるじゃん。うん。あ、すごい。すごいこれね。これすごい。それすごい。で、順番変えた方がいいだから。じゃあワンピースを最後にしてもいいよね。逆にね。そうあ、10回で来てからのワンピースで、最後10回行ってた方がいってませんって。その方がいいよ。やった方がいい。その方がいい。順番がこう変えてるからね。そう。なんで俺実験台だよ。なんで俺モルモットクイズのモルモットクイズって言っちゃった。10回クイズのモルモットになってんじゃねえかってツッコミがもう寝ぼけてからモルモットクイズって言っちゃった。何のクイズだよ。なるほど、こういうのが今流行ってんだ。まあでも学校はね、流行るよね、うん、10回クイズとかだって流行る時期あったじゃん。あった、うん、どんな問題あっただって。肘って10回言ってって、うん、はい、肘絶対肘って指の方が早いじゃねえかお前。滑らかすぎんだろ。肘じゃねえ。今絶対8回でもうめんどくさがんない。ここはいやだってここめんどくさがってんの。そんな8回も10回も変わんないから、ね、変わるわ。いくよ。じいないよ。もうそこが気になって先行かないでや。もう一回いくよ。ここはいざ。違う、俺間違えちゃった。間違えちゃった。なんだ。ピザって10回言ってだった。おーい。で、ここはだ。何してんだ。ただの体の部位クイズ出してる。出すやつアホすぎるだろ。ちょっとだって、ちょっと。寝てたから。昼寝してたから、ちょっと。出すやつ。アホすぎるだろ。そうだ、ピザって10回言ってっつって、ここはだ。他は？で、膝って言っちゃうんだ。あ、なるほどね。え、他何があったかな。他何が有名だった。え、俺ピザって10回言ってしかなくね。それでずっと突き通すの。いやいや、もうすぐ終わるよ。え、俺忘れちゃった。1日で終わりだよ、そんな遊び。忘れちゃった。なんかね、試しになんかじゃ今ちょっと検索してやってみよう。あ、いいよ。10回クイズで検索するよな。出んじゃない10回クイズ。10回クイズ流行ったもんね。あ、ほんとだ。いっぱいあるんじゃないの。あ、ピザの問題。一番最初にピザの問題でしょ。それ有名だよね。それはひたすら小学生ぐらいの時俺やってたもん。あ、これもあるよ。うん、いくよ。うん、豆板醤って10回言って。言いづれえな、長えな。豆板醤。消防車呼ぶ番号は119番。うん、まあ正解だよね。遅いけどね。110番って言ってほしかったね。いや俺の豆板醤が出ちゃう。俺ダメだこれ。豆板醤が出ちゃうね。はい、いいよいいよ。次ね、いくよ。はい。いっぱいを10回言って。あ、もうなんかそれもう予想ついたよ俺も。いいよ。いっぱい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 。いをおに変えて言ってみて。おっぱおー。これ知ってる。よくみんなさ、言えないよって言ってね、小学生で。おっぱいなんて言えないよって。おっぱおでしたっていうのはあったの。それあった。これあったわ。おっぱおは懐かしいな。あった、
なるほどね。なんならもう今おっぱいと思いっきり言ったろうかなと思ったけど引っかかる。さすがに。じゃあこれはみりんって10回やって、みりん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 、鼻が長いのはみりん。いやいやいや、ちょっとダメだ俺も。俺ダメだ。一回走り出したらなかなか止まれないんだよ。いやいや考えろよ。一切考えない、そのままスッて出して。口が覚えてる単語をそのまま口から出すロボットになっちゃう。キリン、あれぞ。そうだ、キリンって言って失敗なわけだよね。なるほどね。もういっぱいあるね。ちょっと今、でも何も考えない方がいいね。いいから、はい、いいよ、いいよ、もう本気で。じゃあもういいよ、もう頭回す。ニューヨークって10回言って。ニューヨーク、うん、ニューヨーク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 。アメリカの首都はワシントン。おー、正解。なんだ今のワンは。いやいや、今はもう必死にブレーキかけたの。ワンを作んのか。必死にブレーキかけたの、その自分に、うん、もう絶対ニューヨークって言っちゃダメだよっていう、そのニューヨークって言っちゃダメだよって、はいはいはい、ブレーキいっぱいかけたら、はいはい、なるほどね。ああ、なる。こういうやつ結構あるな。いやいや、楽しい楽しい、すごいいっぱいある。楽しい楽しい、行きまーす、はい、東海道って10回言って。東海道、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 東海道。日本で一番北にある県は？北海道。あ、青森。はい、ってことですよね。ちょうど間違えた。ちゃんと間違えた。ちゃんと間違えたね。あれ、え、そうなの？北海道じゃないの？どうだ、県でしょ。日本で一番北、あ、そうかそうか、そういうことね。だから青森でしょ。だからここは北海道って言うと県じゃないからか。で、こっちじゃない。あー、こういうのは10回クイズだね。でもそれちょっと簡単だね。簡単だった。騙されてないし俺。いや、青森ですぐ行ったもん。いやいや、北海道って行けちゃった。3秒ルール、3秒ルール、3秒ルール、クイズ番組終わるわ。3秒ルール、3秒ルール。そんなルールだった。今やってるクイズ番組全部終わりだよ。落としても3秒間食べればいいから。ずるいだろ。3秒ルール。これは、はい、温泉って10回言って。温泉、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 温泉。3000の次は3000、4000。ブブー、3001。なるほど。あ、これはいい、面白い、面白い、いいね、いいクイズだね。それ面白い、いいクイズじゃん。こういうのがいっぱいあるわけです。いいね、うん。次は。あ、これはこれさっきと一緒だな。うん、いきまーす、はい。カバーって10回言って。カバー、うん、カバー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 が逆立ちするとか、う、か、え、お、う、危ない。いや、答えは危ない。危ない。汗かいしょ。いやいや、危ないじゃん。カバーが逆立ちしたら危ないから。いやいや、ま、危ない危ないってなる。怪我するよってなる。正解じゃねえ。正解だよね。正解はカバーだよ。ほら、で、俺だから。そういうことだよ。どういうことだよ。だから騙されねえじゃん。バカってなるじゃん。バカ、まあね、いやいや、カバーですっていうことでしょ。そうだよ。で、俺その一歩上を行った。いやいやいや、危ない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 。あんな足短いのに逆立ちしたら危ない危ない。一歩上とかない。やっぱ、いや、正解だよ俺は。正解ではないよ。もうその正解、もうその出題者を超えるっていう技。正解ではない。出題者超え、出題者超えっていう技。出題者超えって何だよっていう技、今のが。なんだ通称危ないっていう。一回バカって言いそうになったけど頭終わったから。やっぱツッコミの人っていうのは頭早く回んないといけないから。これいいんじゃない。はい、リストトラって10回言って。ええリストトラって10回言って。リストトラ、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 リストトラ。会社辞めることは退社。え、なんつった。退社。退社は辞めねえから。退社は帰るんだ。帰るだ。帰るだけだよ。え、あ、なんでリスト。惜しいね。なんだっけ、退職か。そうだね。あー、リストラって言わせたいんだこれは。はあ、くそー、惜しいとこ。退社は帰るとこだよな。毎日会社辞めることになっちゃう。本当だ。お疲れしたーっつっても退社するの。惜しかった今。あー、あ、こういう問題があるんだね。うん、絶対もうだってリストトラの時点でもうリストラって言わせたいなって思ったもん。予想しちゃった。そう、もう予想できたから。やっぱりそのツッコミの人ってその一歩先行かないと。いけてねえけど。さっきいけたから。危ないっていけたから。え、え、何そんなに君がえってなるほど。いくよ。あ、はい。灯油って10回言って。灯油、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 灯油。シャンプーの後にかけるものは灯灯油は危ないな。燃えるよ。あ、お湯か、うん、シャワーか、
リンスじゃないね。そうそうそう。ああ、それはいい問題だ。これ逆に引っかかりやすいんだ。それは引っかかると思う、俺はもう分かんなくて糖が出て、なんならさっきのぶり返して豆板醤でいつもあったから新手のエステみたいになっちゃう。あ、これも面白いかも。はい、酢豚って10回言って。酢豚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 。素材さんの名字はカツオ。いやいやいや、お仕事は全然返ってこないんだけど。え、サザエさんの名字ないでしょ。あるでしょ。え、名字あるんだよ。え、サザエじゃないの、あれ。いやいやいや、名字何人だよ。サザエ、サザエ、サザエさんって名字あんの。あるよ。何、フグタ、フグタ。そうだよ。いやいや、サザエって誰。何それ、何人よ、モンゴル人みたいな。いや、ちょっとなんかあれ、どうするした今、フグタが。フグタよ、フグタさん。あれ、サザエさんって元は磯野。え、ちょっと待って、カツオは磯野カツオか。うん、結婚したからね。うん、違う、いいんだよね。あれ、ちょっともう分かんない。俺、磯野波平だもんね。うん、お父さんは。うん、理想のサザエだったけど、マスオさんと結婚したからフグタでいいのか。あ、でもマスオさんでも向こうに入ってんのにフグタのままだ。あ、そうだね。よく考えたら、なんであれフグタなの、あそこ。向こうじゃねえのか。でも、あの、形式的に完全向こうだよね、あれ。あれなんでだろう、確かに。フグタ、でもフグタくんだよね、会社で。フグタくん。じゃ、フグタなんじゃない。フグタタラオ、フグタタラオ、タラちゃんの名前は。え、タラちゃんってタラオっていうの。え、違ったっけ。タラちゃんじゃねえんだ。タラじゃねえんだ。タラ、あ、どっちだろう。俺知ら、俺考えたら知らねえよ。サザエさんそんな知らねえ。なるほどね。サザエさんの不思議の方に目がいっちゃった。サザエさん不思議の方に目がいっちゃった。あ、こっちはちょっと難しいやつかもしれない。うんうん。いいよ。いくよ。コインパーキングって10回言って。コインパーキング、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 コインパーキング。洗濯物を乾かすものは？ハンガー。合ってるでしょ？合ってるでしょ？いやいや、合ってない。合ってるでしょ？ハンガーに乾かすじゃん。ハンガーに乾か、ハンガーにかけて乾かしてる。ほら、じゃあこれな、どうなってんのこれ、ほら、この洗濯物たちは。ハンガー。へりくつ言い出しちゃダメ。いやいや、へりくつじゃないよ。答えは乾燥機よ。もうその何ホームラン打たなきゃいけないわけ。いや、俺ヒットヒットじゃん、ヒットはあるでしょ。いや、ハンガーって答えるやついる。いやいや、いる。ハンガーだって俺乾燥機って俺使わないもん。ハンガーだもん、俺が乾かすの。俺が乾かすの。これ何ですか。何のためにコインパーキングって言わせてんのよ。それは言いづらい。超言いづらいぞ。今までで一番言いづらいぞ、コインパーキング10回。コインパーキングを連想させるためにコインパーキングって言わせるわけでしょ。あ、そういうこと。いや、俺はもう我が道って。いや、自由、我が自由だから。自由すぎるよ。ハンガー、違う違う、俺やばい、俺はだって引っかかんないようにしてんだもん。引っかかんないようにしてんの。ああ、面白い。俺はもうちゃんと10回クイズ言われたんじゃなくて、ちゃんとクイズに答えようっていう、そのなるほどね。ハンガーは合ってる、正解です。これはこれヒットです。これむずいよ。はい、楓って10回言って。楓、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 カエルから生まれてくるものは卵。おお。ほらほら、来た。よくわかったね。え、なに、だからカエルってなんて言わせたいの。要はか、要はカエデからのカエルにつないで、うん、で、それ生まれてくるものがコガエルでもなく、オタマジャクシでもなく卵。あ、二重で引っ掛けてる。あ、なるほどね。そういう問題みたいよ。俺全然引っ掛かんなかった今。純粋にカエルから生まれてくるのは卵じゃんってやつ。いやいや、全然ちょっと俺もう分かった、もう無敵だ、はい、10回クイズ王だわ。これはちょっとあの、もう最後にします、これで。はいはい、これちょっとまあずるいな。ずるい、いくよ。はい、愛してるって10回言って。愛してる、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 愛してる。今誰を愛してますか。今誰を、いねえよ誰も。家族ぐらいだわ。という問題でした。ずるい。番外編だから、これ番外編。これを言って、いい反応が返ってくることはまずないです。ノリのいい人ならもちろん彼氏って言ってくれる人もいますが、ほとんどの人ははって言われるだけですので、問題出す際には注意しましょう。俺はと言わずにちゃんと突っ込むっていう。誰もいねえわって言って。いい方ですね。いい方ですね。いい方ですね。いい方はって言って終わるらしいんですけど。あ、そんな、ちゃんと返しをくれる。ちゃんと返す。
そうです、大事ですよ。はい、なんだこれどういう終わり方じゃん、なんだこれいや面白いね、なんか久々にやっぱそのなんか昔やってたことだと面白いね、やっぱね。いいね、こういうのもね、リクエストをね、うん、こういう、あ、なんかリクエストあればぜひお願いします。はい、はーい、そんな感じのセカンドでした。